お休みでしたが、今週はやるよバナトです。はい、ということで今回はこちら雷です。はい、ということで大きな看板にも書いてありますが、タンメン専門店というところで今までにはない切り口じゃないかななんて思います。まずは最初、場所はこちらです。はい、日立の牛久小学校のすぐ近く、国道6号線沿いに立地しております。はい、こちらはですね、以前から大和屋や、あとは立花とかね、まあそういったラーメン店がこう入れ替わってる店舗ではありますが、結構ね、茨城タンメン長いですね。はい、ということで今回の注文は看板メニューの茨城タンメンです。はい、早速ご対面、麺だけになんつって。はい、ということでまずはほのかにニンニクの香りがね漂って食欲がそそられるんですよ。これがね、中央にはね、あーちょっと辛そうなー、あー辛そうなー、まあでもね、千尋とか好きそうなね乗ってるのが美味しそうだね。はい、麺はこちら中細で細くウェーブのかかった麺で、スープとの絡みが程よい感じになってます。はい、具材はですね、野菜がキャベツ、白菜、ネギ、あとチャーシューはないんだけども、やっぱラーメンだとチャーシューあると思うじゃん。でもないんだけども、豚バラ肉がね結構入ってるんですよ、これがね。はい、野菜は炒められてるため、まあちょっとね焦げ目がついていて香ばしく、そして歯ごたえもね残っていてシャキシャキで美味しいです。食べ進める中で、まあ、ちょっとね辛さなんかをこうスープなんかに溶かしたりとかすれば味変が楽しめちゃったりとかね、そういうのがあるんですね。はい、他にも卓上には塩だれや刻み生姜とかね、味変アイテムが用意されてるので、自分のお気に入りの食べ方を見つけるのも楽しみの一つですね。はい、それでお値段はですね630円となかなかのねコスパがいいんですよ。しかしね、どこが茨城タンメンの茨城なのかはちょっと最後まだよく分かりませんでした。どういうことなんだろう茨城って。はい、でね、メニューはですね、茨城タンメンの他にも豚骨系の濃厚タンメン、これねバナチョじゃなくてユーゴンがめっちゃ好きなんですよね。このね濃厚タンメンいつも食べてるらしいです。はい、あと麻婆豆腐の乗った辛口の雷神タンメン、そして夏限定の冷やしつけタンメンなど、まあ、他にもいろいろ季節限定のメニューとかがいろいろあるんですよね。まあ、こういうところはやっぱりさすがのタンメン専門店というところで幅広いラインナップがありますね。はい、ということで皆さん好みの一杯も見つかるんじゃないでしょうか。とここでね、お子様タンメン小学2年生まで無料、ライスおかわり無料というねサービスメニューを発見。これどこかで見たようなサービスだなって思ったら、これ匠屋とねそっくりなんですよ。はい、調べてみると株式会社プラーナの系列ということで、まあそういうのはね影響してるんじゃないかなと思います。はい、最後になりますが、雷では何度でも使えるトッピングパスポートっていうのももらえたりとかします。これをもらえると、まあいろんなねトッピング、書いてあるようなトッピングができます。僕はいつも間違えた、僕じゃない、ユーゴンはいつも唐揚げをトッピングしてこうスープにドバッてつけるのが好きらしいです。はい、美味しいタンメンに豊富なサービスと人気となるのも納得のお店です。皆さんもぜひ食べてみてくださいね。はい、今ねトッピングパスポートのお話しましたけれども、こちらのね雷でも LINE をね登録するとお得な情報とか、まあ、お得なサービスが受けられるので、ぜひ登録してみるといいかもしれませんね。以上、ラーメンマンのコーナーでした。バイバーイ。